はい、ふどきです。今回は磯たけるの神様のその後に関して妄想解釈してまいりたいと存じます。磯たけるの神様のですね、その後を追いかけていたら、なぜか決死八代の時代のもののべしに向かって突撃してしまいましたので、最後までご覧ください。それでは参りましょう。さあ、現在は妄想解釈の幅を拡大解釈中。主に大陸の影響を弥生時代からガンガン受けてますよ。そして時系列を超越した妄想解釈を行っている最中です。もしこの妄想解釈がスムーズにいってしまったとするならば、それはそれでそれが一つの解となるのかもしれません。前回までは渡来系の神様であるこの大山積みの神様の一族の方がですね、なぜか出雲の国蔵家となられる天の保秘の御事を祖とする出雲の御身の一族になんかつながってるよ、というようなお話をさせていただきました。まずは一つ目、この大山積みの巨人系過去出雲の御身の方々の移住。これまで出雲神話冒頭のところでですね、ご紹介してきました男さ姫伝説の通りですが、男さ姫様と足なづち手なづちさんは、お話の冒頭からですね、この三瓶山、まあ、サビエ山と呼ばれるところにですね、お住まいだったというふうに予測することができます。しかし悠久の時が流れるにつれ、おそらく皆さんは移住していると考えられます。まず足なづちさんと手なづちさんはですね、なんて言ったって稲田の宮主さんっていうね、立派なお名前があるこの菅神社さんにですね、お住まいの方、まあちょっと右の方にですね、東の方に移動したのかなということが考えられるかと存じます。そして八塚水お水の御事さんがいらっしゃるこの大宇の地ですね、こちらの方にですね、後の出雲の御身の方々もねお住まいのところなんですが、まあこちらの方にちょっとお住まいだったのかなということが予測できます。まあ徐々にではありますが、最初は石見の国のお話がねずっと続いていたんですが、この八塚水お水の御事さんが出雲の国をですね完成させたことによって、徐々に東のですね、まあ、いわゆる出雲と言われる国のお話へと、まあ、移動していってるというのがここからもわかるかと存じます。というわけで、大山積みの神様系の方々はですね、出雲の地に移動していったんですが、そもそも一番最初にご紹介していたのはこの磯たけるの神様、そう、板手の一族の方々です。大山積みの神様系の方々とどうにも絡んでこないこの方々なんですけど、一体その後どうなっているのでしょうか。2番目、もののべ系四氏族の移住。さあ、まずはこの磯たけるの神様の上陸地である島根県大田市磯たける町なんですが、実はこちらもう一つご紹介する内容がありまして、こちらにはですね、岩見の国の一宮、もののべ神社さんがあります。まずはご紹介させていただきますと、こちらもののべ神社さんのホームページ参照させていただきました。もののべ神社の御祭神、馬島寺の御事は、この石島の地を平和な豊かな地域とするため、鶴に乗ってご降臨されました。鶴です。鶴に乗ってご降臨されてます。やっぱ鳥が多いですね。男さ姫の時もですね、赤い狩に乗ってね、空を飛んでいたりするんで、なんか鳥に乗って移動するっていうのが、この時代の神様のトレンドのようですね。この磯たけるの神様と、もののべ神社さんがどう関係してくるんだというところがね、いろいろ、解釈の違いがあるところかと存じますが、この磯たけるの神様は、イコール、板手の神様と呼ばれています。そしてこの板手の神様ですが、仙台九字本記によりますと、天野村久保の御事さんは板手の神様だよというように書かれています。つまり磯たけるの神様の一族の中に天野村久保の御事さんもいるということは、この天野村久保の御事さんはにぎはやひの御事の子孫ということになっていますので、もののべ氏の祖神の一人となる方でもあります。つまりイコール関係で結ばれるこの磯たけるの神様というのはですね、もののべの方々へとつながっていく方、つまりもののべ神社さんにゆかりのある方ということがですね、ここからも、まあそしてこの神社さんがあるっていうことからもね、なんとなくつながってくるのがわかるのではないでしょうか。いやはや、さすがにこの偶然はなかなかないと思うんですね。島根県大田市磯たける町にね、磯たけるの神様が上陸してて、そこに岩見の国の石宮もののべ神社さんがあるって、そうそうないですよ、この偶然。まあここまで来るとやはり必然と考えた方が良いのではないかと存じます。というわけでですね、この、磯たけるの神様はおそらくもののべ氏のですね祖神になる方ではないかと存じますが、そうなるとにぎはやひの御事はどこ行ったんだとかですね、いろんな、議論が出てくるところではございます。
ただですね、このにぎはやひのみことさんというお名前に関しましては、おそらく風土木さんはこれまでもですね、多分名前変わってるよっていうようなことはお伝えしてまいりました。おそらくにぎはやひのみことになる前の名前は、ひほほあかりの神様で、その前の名前はもしかしたら、天のひぼこさんだったんじゃないか、みたいなね、そんなお話をさせていただいてまいりました。天のひぼこさんも渡来人の方ですし、磯たけるさんもですね、渡来系の神様なんで、もしかしたらイコール関係と言いますか、まあまあ、渡来してくる方々の総称みたいな名前でね、この磯たけるという神様のお名前が使われていたのかもしれません。そんな渡来された方々の総称となる方かもしれない、この磯たけるの神様なんですが、パッと風土木さんが調べてみた感じでは、この4つの地域にですね、この磯たけるの神様の子孫かもしれない方々がどうやらお住まいだということが見えてきました。一つ一つ確認していきたいと存じますが、まずは豊の国を確認してみたいと存じます。豊の国の唐島氏、さあこの唐島氏の方々なんですが、この方々はですね、磯たけるの神様の子孫ではないかと言われている方々になります。現在の九州北部のね、豊前の国、まあ佐の付近ですね、あの辺に住んでたんじゃないかと言われる方々なんですが、まずはこちらウィキペディア参照させていただきます。1つ目、唐島氏は日本の古代氏族の一つです。2つ目、宇佐八幡宮の鮭であった。3つ目、唐島という漢字はですね、辛い島という字と、韓国の韓という字に島という風に書くこともあるようです。カバネは勝と書いてすぐりって読むそうです。なんか、勝さんの方が、なんとなく分かりそうな気がします。5つ目、唐島氏は、飛鳥時代から奈良時代にかけて、宇佐神宮に使える、女ネギって書いて読めばいいんですかね、を輩出した。まあ、女性の巫女さんを出す家系の方だったということなんでしょうか。そして最後、元来は、古茂神社、過去現在の中津市で、神官、巫女として勤めていたとされ、後に八幡神の選択を受けたことで、大神秘儀とともに、宇佐神宮の前身となる社を建立した。さあ、というわけでこちらが唐島氏のね、基本データになるんですが、この唐島さん、まあ昔からの古代のね、一族の方々だったんだなということと、宇佐八幡宮に何らかの関係性のある一族の方なんだなというのは、まあなんとなく、わかるんではないでしょうか。で、それよりもやっぱりこのお名前ですよね。辛い島と書くのか、それとも関の島と書くのか。まあここからでもね、関の島というか多分辛の島なんでしょうけれども、まあ渡来系の方なんだなということはまあわかるお名前かと存じます。でですね、まあそんな宇佐に関係ある一族のこの辛島さんなんですが、ですね、宇佐の話とが出てくるとですね、宇佐には宇佐で、宇佐の口伝というものがあります。どうやら1980年代にですね、この宇佐の関係者の方が本を出版してですね、世に公表されたようなんですが、ちょっと私ね、さすがにその本をまだ読めてないんですよ。読めてはいないんですが、どうもそこには系譜が載ってるそうです。でですね、その系譜はですね、ウィキペディアの方にもちょっと載ってたんで、そちらの方をまずは参照させていただきたいと存じます。それがこちらになります。ピンク色の女性の名前はですね、ちょっと風土木さんが書き足したものなんですが、この青い字の方はですね、大体、ウィキペディアに書いてあったものをそのまま書かせていただきました。ただですね、この私、ちょっとウィキペディアを見てて思ったんですけど、3人目と4人目ってこれ、同じ名前なんじゃないかなとか思っていて、これなんか勘違いとか間違いとかそういう系じゃないかなみたいに思ってるんですけど、本当にこれそうなのかなぐらいに思ってます。3人目と4人目はなんか同一じゃないかって、2人とも豊津彦なんじゃないかって、そんな気がものすごくします。それはさておき、まあ、この宇佐市のですね、宇佐家の方に伝わってる口伝をですね、お伝えしている、まあ、こっちに書いてある系譜のようなんですが、まあ、スサノオさんから始まる、この唐島家の方々のですね、系譜がまずはご紹介されていました。宇佐氏と、唐島氏って直接つながっては多分いないと思うんですけれども、まあまあ、宇佐八幡宮経由でそういう情報が交換されたっていうことなのかな、ぐらいな、感覚でね、読まさせていただいています。それによりますと、やはり、この唐島氏の方々のね、ご先祖様はですね、やっぱりスサノオの御事に始まって、磯たけるさん、そして、
豊津彦さんへと繋がっていくという風になっているようです。この他にもどっかで聞いたことありなーっていうようなお名前が出てくるみたいなんですが、まあまずは今回はここまでに留めさせていただきます。で、まあなんでここでですね豊津彦で留めさせていただいたかと言いますと、やっぱりね豊の国というだけあって、やっぱりその豊って名前が出てくるところが、まずはここが始まりだろうと。そしてなんといっても豊津彦さんっていう方が出てくると、これピンクのところ私書き足させていただいたんですが、必ず豊津姫さんもいると思うんですね。これはもう古代日本史あるあるだと思うんですけど、まあね、例えば宇佐にしてみてもですね、宇佐津彦と宇佐津姫っていらっしゃったよねっていうのもありますし、阿蘇だって阿蘇津彦と阿蘇津姫っていらっしゃったよねっていうような感じで、丸々津彦と丸々津姫ってこの姫彦セット、もうこれはもう鉄板だと思います。ですのでおそらくこの豊津彦さんとですね豊津姫さんっていう方がいらっしゃったと思うんですね。そう思ってですね、ぜひこの豊津彦さんでまず調べてみたんですよ。するとですね、ヒットしない。はい、なんと豊津彦さん全然見つかんないんですよ。ところがですね、豊津姫様に関してはですね、なんとヒットするんですよ。それがこちらのお方、天野豊津姫の御事様です。まあ、まずはこちらウィキペディア参照させていただきたいと存じます。一つ目、天野豊津姫の御事は決死八代伊徳天皇の皇后。二つ目、皇昌天皇と竹岩彦国氏友瀬の御事様の聖母となられます。日本書紀に登場する女性で、日本書紀本文では伊徳天皇の皇后で、おきそ耳の御事の娘とされています。なお古事記での伊徳天皇の皇后は式のあがた主の祖である太若若姫の御事様で、これかっこいい姫様の御事様で、日本書紀第1の一章では式のあがた主ハエの色どいでの娘である泉姫、第2の一章では式のあがた主太若若姫の娘であるいい姫とされています。さあ、いろいろ思うところはあるのですが、まずやはり驚くのはこれ決死八代の時代ということです。意外と早い。磯武さんを追いかけてると意外と早く決死発生が出てきちゃいました。ウィキペディアの系譜を鵜呑みにするともう3世代ぐらいしかここで離れてないですよ、磯武さん。ですので単純に考えると100年ぐらいしか、まあそれ未満ということにはなってくるかと存じます。さあ、そんな決死八代ですが、以前決死八代以降のところでもご紹介させていただいておりますが、ちょっとそれをですね、おさらいしながらですね、始めていきたいと存じます。まずこの唐島氏とさんとですね、絶対関係ありそうな、まあ、豊津彦、豊津姫って、まあ、もね、姫彦のセットから考えても、この天野豊津姫さんっていうのは、まあまあ関係してるでしょうと思われるお名前ですと。で、その天野豊津姫さんというお名前はですね、これは日本書紀の方に登場するお名前です。そしてその本文ではですね、伊徳天皇の皇后で、おきそ耳の御事さんの娘とされています。そうなると、伊徳天皇は姪っ子と結婚したのかっていうようなことにもなってくるんですが、まあこの伊徳天皇のですねお名前のこの左右のこのご兄弟ですよね。やはりここがですね、以前もお伝えしましたがターニングポイントになる場所かと存じます。まずここで気になるはやっぱりこのおきそ耳の御事様、このおきそ耳というこのお名前、おきと読むのかいきと読むのか、おきもいきも海に浮かんでいる島の名前です。なんとなくトライ系な感じがしてくるお名前です。まあこの天野豊津姫の御事様なんてだって天聖ですからね、天ってついちゃってますね。神様でもないのにこの天とついてしまうのはトライ人の天のひぼこさんと同じです。まあ天下ってきたトライ系ということなんでしょう。では古事記の方はどうなっているかと言いますと、まあですね、表現の差はあれどですね、基本的に式のあがた主の、まあ、一族の娘さんというような記載になっているようです。式のあがた主といえば、まあ大阪や奈良県の付近の地域のことなんですが、そこの娘さんの名前がイシヒメ、イシヒメというお名前を聞いてしまうと、なんとなく神武統制に出てくる稲日の御事様を思い出します。しかし出身は式のあがた主ということになっていますが、そもそもこの式のあがた主はなんて言ったってカモヤイミミの御事様を祖とする一族の方々です。そしてこの一族の方々は、まあ、カムヤイミミさんはですね、足名土さんとイコールではないかという考えをですね、以前示させていただきましたが、それにのっとって言うと、
まあ、出雲の近江の一族の付近にですね、いらっしゃる方という考え方もできるのかもしれません。つまり、そちらはですね、大山積の神様系にはなるのですが、そちらもそちらで渡来系。この磯武様の神様の一族と、この大山積の神様の一族がなんかこの辺で交わってきているのかもしれません。なんと言ってもですね、板手の神様、この磯武の神様と神谷弓の御事様、なんとなく相性がいいんです。それは以前この和歌山県のですね、板手神社さんのところにある御祭神がですね、ペアが磯武の神様と神谷弓の御事さんだよというところもご紹介させていただきました。なんだかこのお二方、どうやらかなりいい相棒だった。可能かもしれません。そしてカムヤイミの御事さんといえばもう一つお名前があって、それがヒコヤイの御事。まあ一応もう一人のご兄弟という設定にはなっていますが、まあまあそんな感じでですね、カムヤイミの御事さんに縁のある人物が九州にいるというのが一つのポイント。豊の国にいると思われるこの天の豊津姫様とも多分関係性はあるのでしょう。そしてですね、やっぱり気になるのがこのお名前、竹岩彦氏友瀬の御事様。なんだこの名前は。なんと言いましょうか。まず変ですよね。ちょっと名前が変な名前ですよね。ね、いろいろ神様の名前ご紹介してきましたけど、この、ね、お名前の途中に彦が入ってるってもうちょっと変ですよね。大体その戦闘で彦星がつくのか、一番最後になんとか尾行ってつくかとか、まあそういうお名前だと思うんですよ。素人目に見ても、なんか変だよなーって思うんじゃないかなーと、不動様考えているのですが、こういうその、なんて言いますか、わけわからん名前をですね、そのまま、鵜呑みにしていいはずがないんですよ。というわけでですね、この変すぎる名前を一つ妄想解釈してみたいと存じます。竹岩彦、櫛友瀬の御事様の妄想解釈。さあ、このへんてこな不思議なお名前。これがもし暗号だとしたらという点でですね、まずは妄想解釈していきたいと存じます。まずお名前をですね、区切っていきます。最初の4文字に関しては1文字ずつ、最後の2文字に関してはですね、この2文字で区切らせていただいております。こんな風に区切っていますと、まずは並べ替えてみましょうか。さあ、まずは気軽に配置変換してみようというわけで、この奇妙の奇という字をですね、この武という字と石という字の間に挟み込んでみます。するとどうでしょうか。武という字は他と読め、奇という字は義と読め、石という字は死と読めば、続けて読み上げさせていただきますと、タギシヒコ。ここでもですね、どうやらアナグラムが使われているようです。そしてこのお方のお名前はどうやらタギシヒコさんのようです。この解釈はもう皆さんいいですよね、きっと。そもそも的なお話なんですけど、実は古事記の方ではですね、同じ立ち位置の場所に普通に竹志彦さんのお名前が登場しています。ですので、この変なお名前をこのアナグラムで解き明かそうとしなくても、最初から古事記を読んでる方にとっては、ああ、竹志彦さんだなっていうのはなんとなく予想できるところかと存じます。ただ問題は、古事記では普通に竹志彦って書いているのに、日本書紀ではわざわざそのお名前を崩してアナグラム化して記載されてるんですよ。これはなぜか。さあ、まずはですね、この前半部分の竹志彦というところは解読しました。しかし後半部分のこの友瀬、友瀬ってこれ何なんでしょうか。竹志彦という名前はですね、すぐに思いつくところなんですが、この後半の友瀬という名前はなかなか思いつくところが難しいかと存じます。実はですね、この友瀬っていう部分なんですが、日本書紀にですね、実は、友瀬さんって人が登場します。いらっしゃるんですよ、友瀬さんという人物が。この友瀬さんという人物がですね、いつ登場するかと言いますと、それは、壬申の乱。はい、こちらがですね、塗り部の友瀬さんですね、ウィキペディアの方を参照させていただいてます。まずはですね、基本データ読み上げさせていただきたいと存じます。一つ目、塗り部の友瀬は飛鳥時代の人物。二
2つ目、672年の壬申の乱で大天の皇子、過去天武天皇側につき都を脱出した大津の皇子に同行した。3つ目、塗り部は職業部の一つで漆器製作を掌握とする品部であり、塗り部の村寺塗り部の造りが友の造りとして支配した。塗り部の友瀬は無姓であることから、その武民の出と思われる。はい、というわけでですね、この塗り部の友瀬さんというのは、まあ、飛鳥時代として壬申の乱の時に登場する人物です。まあ塗り部の村寺のね、武民の方と思われるんで、とりあえずそのものづくりをしている方々なんだなというのはわかるのですが、しかしですね、そんな一般人が日本書紀に登場するわけがないんで、まあまあその塗り部の村寺の方々を代表する一族の方だったんだろうということが推察されます。さあ、というわけで友瀬さんはですね、そういう人物なんですが、はい、時代は壬申の乱。壬申の乱と桂氏8代の時代がどうつながるんだよ。ふときさん、さすがにそりゃ無理があるよとですね、思うところではあるんですが、ただですね、この壬申の乱はもう別格です。この壬申の乱自体がですね、もう時系列を超越した出来事です。なんてったってで、この壬申の乱が起きたその後の時代でですね、古事記も日本書紀も各国の不動記も作られているんです。つまりですね、古事記も日本書紀もこの壬申の乱の勝者の側が描いた歴史観なんです。おそらく古事記や日本書紀を書いた方々は、この壬申の乱の状況やその後の政治情勢を加味しつつ、各時代の歴史を表していっているのかと存じます。そしてなんて言ったって、この友瀬さんはですね、日本書紀にもちゃんと記載されてる人物なんで、日本書紀を書いてる人たちだったらみんなわかるんですよ、この友瀬さんが誰なのかって。ですので、おそらくこの日本書紀や古事記を書いている方々にとっては、友瀬と来ればピンとくるものがあったはずです。おそらくそれが何なのかというと、こちらの方です。それがこちら、三海のすくねさんです。こちらはことバンクさんの記載を参照させていただきます。まずは基本データ読み上げさせていただきますと、1つ目、九字本義に見えるにぎはやひの巫女と4世の孫。2つ目、出雲の四股大臣の巫女と、これマドリ姫と読めばいいんですかね、まあ、こちらのお姫様との間に生まれた3男、塗り部の村寺らの祖となる人で弘安天皇の世の人。宿根はこの時に始まるという。というわけでですね、この三海の宿根さんというのは、まず時代は桂氏8代の時代です。そしてですね、塗り部の村寺らの祖となる人。つまり先ほどの友瀬さんのご先祖様ということになります。そしてその塗り部の村寺の祖となるですね、この三海の宿根さんは、なんと言っても、にぎはやひの子孫。つまり整理しますと、武志彦の御事さんのですね、後半の友瀬というのはですね、塗り目の友瀬さんのことを指していて、それはイコール三海の宿根さん、まあご先祖様である三海の宿根さんを暗に意図していて、そしてそれは、物の部氏の方だということになります。今回のお話の冒頭からですね、磯武尊の神様は物の部氏につながる神様だというお話はさせていただいておりました。そのお話に合わせて、今回のこの暗号の解釈を読み解いていきますと、この九州の豊の国に来ている方々は、磯武尊の神様を総称する渡来系の方々であり、そしてそれを日本書紀では物の部氏につながるこの友瀬というお名前でですね、それを表していたのかもしれません。いやはや、なんと言いましょうか、こういう風に読み解いてみると、本格的にこれ暗号ですね。いやー、結構ですね、なんか古事記には暗号がいっぱいあるんだとかいうお話を聞くとですね、ちょっと大げさだなみたいな風に考えていたんですが、こんな風に読み解いてみると、本当に暗号だっていう風に感じてしまいがちです。さあ、そうなってきますと、やっぱり豊の国にやってきた方々はですね、渡来系の方々、まあ物の部系へとですね、繋がっていく方々なんだなということは、ここからも感じ取れるんですが、武志彦さんがそうだとなると、当然ですね、同じご兄弟の孝昌天皇もそうだっていうことになります。そして孝昌天皇がそうだということはですね、このお方の子孫は、なんて言った
ってその後のワニ氏へとつながっていきます。そしてそれはヒコナムチさんへとつながっていきます。大アナムチの神様、大ナムチの神様、大国主の神様となぜか名前が似ているワニ氏の祖となるヒコナムチさん、果たしてこれは偶然か。そしてもっともっとこのお名前をよーく眺めてみると、あれ、武は武、石は岩、彦は彦。そうです、このお名前は播磨国風土記に登場する岩の狼、つまり大国主の神様の子供とされる岩達彦の御事様のお名前であり、そして阿蘇神話のヒーロー竹岩達の御事様。もちろん名前が似ているというかのといってですね、同じ人物ではないよというのはですね、よくご指摘いただくところではありますが、なんといっても風土記さんはシンプル発想、似てる名前は同一人物。まあ少なくとも名前が似てるってことはですね、同じ一族の方なんだなということは連想できますので、豊の国は同じ九州の地阿蘇へとつながっていく場所でもありますので、もしかしたらこのお方々何らかの関係性があるのかもしれません。さあ、お話があっちゃこっちゃにねちょっと飛び散ってしまいましたが、今回お伝えしたかったこととしましては、この豊の国にですね、どうやらこの磯竹の神様を総称する渡来系の方々がやってできているというのはですね、なんとなくご理解いただけたのではないでしょうか。そしておそらくこの豊の国というところはですね、物のべ系の方々にとってとても縁の深い土地におそらくなっているのかと存じます。さあ、4つのポイントを押さえていこうと言っていたのにもかかわらず、まず1つ目でいきなり話がディープになってしまいましたが、ちょっと今回もですね、もう長くなってきましたんで、一旦ここで切らさせていただきたいと存じます。今回はここまでとなります。また次回もよろしくお願いいたします。